2年前情けないけど、会社の上司のいじりにあってた俺。どれだけ働いても評価もされず、成果は横取りされ、クレームは全部俺のせい。我慢しきれなくなって会社を辞めた。勝手に辞めてきて、ごめんと、どうして辞めたのかの理由も話して嫁に謝ると、私も働いてるし何とかなると笑いながら、俺の背中をバシンと一発。プライドが邪魔して、子供じみたいじりを受けてるとずっと言えなかった。でも、何かあったのは察してたみたいで、無理に聞き出さずに、ただ優しく笑ってくれてた。すげ、気が楽になったんだよな。次の職場も決まって、就職直前の最後の週末金曜日。嫁のリクエストで、嫁会社まで迎えに行って、たまに、歯と二人で外飯。続けて、居酒屋に飲みに行った。そこに、最悪なことに俺をいじってた上司は、同僚たち引き連れて飲みに来てた。俺が、ここの店はやめようと言って、嫁を連れて出ようとすると、酒が入った上司の捨て台詞が背中に飛んできて、頭に血が昇った。嫁も一緒だし我慢してやり過ごそうかと思った。でも、その瞬間嫁が店中に通るようなでかい声で、うちの旦那に何か用か？ハゲ親父、喧嘩は相手見て売れよ。弱い者いじりやって、楽しかったか。他のやつも、次はお前たちの番だぞ。せいぜい気をつけることだな。うちの嫁さん昔すげヤンキーだったの忘れてた。今じゃ、ぽちゃぽちゃの丸顔に真っ黒な髪。でも、俺の最高の嫁さんなんだ。次は、俺が嫁を守らなきゃな。ああ、結婚してよかったなぁと思った瞬間ってより、情けない俺の過去話になってるか。